こんにちは、ノアです。本日はですね、じゃじゃん。どう？これ、ダイソーに売ってたんですけど、これガラスでできてるんですよ。すごい可愛くて、で、電池は別売りで、入れてみました。ちょっと、光らせてみます。わかりにくいかな。ほんのり光るんですよ、これ。結構、光り方が、ちょっと画面越しだと、ちょっと、キラッと見えちゃうんですけど、でも、ほんのりほわーんと光ってるんですよ、実際は。はい、こういう感じですね。ちょっと光落としてみたんですけど、ちょっとまだ明るい。明るく見える。で、これだと、でも、ハロウィンっぽいけど、やっぱり100均だから、ちょっと寂しいんですよね。なので、ちょっとだけ、これに、多分耐熱じゃないので、ちょっと怖いので、ちょっとだけアレンジを加えて、もうちょっとハロウィンっぽくしていきたいと思います。じゃあ、行ってみましょう。はい、では、レジンをまず作っていきます。今回はすごく単純です。あのね、これ、言っちゃうとあれなんですけど、あのね、100均でね、もうこういうものが売ってるっていうか、もう飾り物とかができてるんですよね。それを私が飾りとかをね、作ったところで100均にかなうはずないんですよ。だってわざわざ作らなくても、だってもうあるじゃんっていう感じなのね。自分で作る手作りの楽しさはもちろんありますけど、なんか寂しくねってなっちゃうんですよ。逆に。なんで、だから100均は私のライバルなんですよね。あ、お世話になってんのにライバルとか言っちゃいけないね。はい、それだから、100均ちょっとこういうの出さないで。私今まで一生懸命作ってたんだから、みたいな部分はちょっとあります。でも、100均でこういうのが買える時代になったから、みんなが楽しめるんだよなとも思ってます。でも、なんか恋がたきでもあります。ハロウィン大好きだからね。今までハロウィンに見向きもしなかったくせに、まあ、みたいな感じ。ねえ。これを、ちょっと、これを、乗せます。で、ちょっと、こうしてみようかな。これを硬化してきます。はい、じゃあもう一箇所。まだね。まだやっていきます。これを何回か、やっていきます。で、多分耐熱ガラスじゃないので、少しずつ、乗せていく。あんまりたくさん乗せちゃうと多分、割れちゃうと思うので、熱でね。硬化する熱で割れちゃうと思うので。で、これも硬化していきます。くれぐれも割れないように気をつけてください。照射するときすごい熱を持つので、特に硬化速度が速いものね。ちょっとずつ、当ててもいいかもしれない。はい、これを繰り返していきます。はい、こんな感じになりました。なんかね、風鈴みたい。ほら。ちょっと見えづらいかな。ちょっと今、塔も暗くしてるので、ちょっとつけてみるね。ほら、なんか、光りすぎか。カメラだとあんまよく映らないけど、ごめんね。あ、でもこれありだな。向こう側のものも透けて見えるから、なんか風鈴みたい。
決して鳴らない風鈴ね。下の方はちょっとドロッと垂らしてみた。下の方は。でもこっちはちょんちょんちょんってこう爪楊枝でちょんちょんちょんってやってみた。これ買ってきてこう飾っていろんな色で飾っておくのいいかもしれないね。これだけでも華やかになった気がする。ただ飾っておくだけでも可愛いと思う。ただし唯一かぼちゃが2人いるのでオレンジは増やさない方がいいかなーなんて思います。はい、今日はたったのこれだけだったけど100均のものを無理っくりアレンジしてみた、無理っからアレンジしてみたでした。うん、うん、綺麗だと思う。これだけ飾っておきたい、マジで。うん、いいね。で、着色は宝石の雫を使ったんですが、宝石の雫は、すごく透明感のある仕上がりになるので、ガラスにつけるとこういう風に透明にね、透けて見える状態になるわけで、パウダー顔料とかだと透けないから、宝石の雫をおすすめします。あと、一回やって一回照射して、で、ちょっと熱くなってきたなと思ったら一回離して、で、また照射して、離して、照射して離してっていうのを何回か繰り返して、固めた方がいい。じゃないとこれが割れちゃう可能性があるから。うん。可愛いと思う。これ。電気つけるとちょっとみんなにはちょっとわかりにくいけど、そんなに強い光じゃないので。うん。あ、いいと思う。本当に画面越しだと全然伝わりづらいけど、むしろこのかぼちゃがかぼちゃじゃないじゃないかっていうぐらいにどうかしてるかもしれないけど、これはすごく可愛いです。あ、いいなこれ。はい、ちょっと片付けてないけどね、他にも色足そうと思ったんだけどちょっとやめました。なんかやぼったくなるから。お、ちょ、片付けてなくてごめんね。こんな風に100均にあるシンプルなものにレジンでちょこちょこっとやってみるのもいいかもしれません。はい、ではご視聴ありがとうございました。ほいじゃ、またねー。このチャンネルノアステーションではレジンで何作ろう、レジンなどはあるもののどうしたらいいかわからない、そんな方々のヒントやアイデアといった笑顔の種を作るお手伝いができたらいいなと思います。まだまだいっぱい動画を上げていきますので、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。